愛知県内では JR のおよそ3倍の数の駅を持つ私鉄の名古屋鉄道、名鉄です。さらに名鉄、踏切の数が全国の私鉄の中で2番目に多い。その踏切で1台のカメラを見つけました。これはこちらの踏切は、あちらのカメラで撮影した映像を AI で解析して、乗務員に異常を知らせております。踏切を渡る車や人の動きを AI が解析、異常があれば電車の運転士に知らせるシステムです。名鉄は2023年11月この AI を使った監視システムを導入しました。その理由というのが、夕方帰宅時間の踏切を取材すると、あちらの車、踏切にはみ出して止まってしまいました。渋滞のせいで前の車が先に進まず、踏切を渡りきれない車がちらほら。このまま遮断機が降りてしまうと非常に危険です。多いですね、渋滞がこう朝からずっと晩までこういう状態だ。電車が来るのに危ないなと思うことがあるです。名鉄によりますと、2022年度名鉄全線では合わせて10件の踏切事故が起きています。特に踏切内で車が立ち往生すれば大惨事につながります。電車の運転士から踏切はどう見えているのでしょうか。今回撮影したのは名古屋市中心部の栄から名古屋の隣瀬戸市を結ぶ名鉄瀬戸線。毎日朝と夕方は通勤通学の客で混み合う路線です。それでは出発。踏切の手前、左手に見えてきたのは運転士に踏切内の異常を知らせる表示装置。遮断機の近くにある非常ボタンを押すと赤色に点滅します。さらにこちらの踏切で見つけたこの装置、実はセンサーで、これも踏切内の異常を知らせるためのものですが、検知する範囲が限られていて倒れている人などは検知できないことも。その時は運転士の目だけが頼りですが、当然踏切に近づいてから気づいても間に合いません。そこで開発されたのが AI の目なんです。こちらは実験の映像。踏切の中で1台の車が立ち往生。この踏切にはセンサーがありません。すると AI が異常を検知し、表示装置が赤く点滅。その間1秒もかかりませんでした。さらにこの AI カメラ、監視の範囲を踏切の外側に広げることも可能。遮断機をくぐって入ろうとする不審者の侵入も事前に察知できるので、さらなる安全性の向上が期待されています。名鉄は生成 AI など AI の活用に積極的です。鉄道は安全運行のために多くの投資が必要なビジネスですが、 AI カメラの導入で効率的な安全確保が期待できます。我々鉄道事業はですね、安全が最大の使命でございますので、新しい技術を使って今までできなかったような仕組みをですね、またいろいろ考えてですね、安全性向上を図ってまいりたい。このローカルビジネスサテライトは日経電子版や TVH の YouTube で見ることができます。全国のさまざまな取り組みをお伝えしていますので、ぜひご覧ください。